こんにちは、こんばんは。今回は新降臨の山ンバに行きたいと思います。モーツァルトが強いらしいんだけども、モーツァルト思っていないの でフレンドにもね、ただいまおそらく、そうですね、湧いておりませんので、よし、フレンドはノンノで、運枠はリザーのホーミングって言ったらね、アリスってところはあると思うので、こちらでちょっと行ってみようかなと思います。まあ、地雷が5000ちょっとぐらいみたいなんで、まあ、そこはちょっと怖いかなと思いつつっていう感じ。 OK、 いいねでございますと。でドリアードを倒さなきゃいけないんだよね。地雷ってどれぐらい出るんだろう。意外と出るね。うん、そこそこ痛い。そこそこじゃない、結構痛いだけど、一回踏んで回復しちゃう。そこ痛いね。なんか回復をちゃんとさせれば、まあ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 かな。ドリアードが攻撃力アップだったような、 OK だったような気がする。ヤマンバを攻撃力アップさせて斬撃でなんか危ないよっていう感じだったような。 OK、 リザはでも本当に使いやすいね。本当に強い。とりあえずノンノ、ノンノも強い。ノンノもね、持ってないからね。そこ怖っ。まあでも OK、 回復が上回るね。でノンノはまあ直な、おお、でもホーミング強いね。直殴りがね、つながりが強いと思うんで、まあ殴りつつって感じだね。だからこれやっぱホーミングだね。ホーミングだ。まあ、モーツァルトいる人だったら、まあモーツァルトを入れてって感じだとは思うんだけども、リザ強いなやっぱり。なんかすげえエフェクトあるなと思ったら、さっきヤマンバのあれか。なかなか怖いの。オッケー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 。なんだ、結構アリス強いじゃん。アリスじゃない、アリスだ、アリス、アリス。オッケー。で地雷は巻いたんじゃないか。ほぼね、結構振るんでってホーミングが強い。いいね、アリスいいんじゃないか意外と。でノンノに当たっていきましょう。ノンノも強いね、ノンノも強い。でなるべく、なんだろう、地雷踏むときはみんなに触れたいね、アリスはね、なるべく。あー引っかかっちゃった。そんなに、なんだろう、攻撃いっぱいしてくるわけでもないし、うん、なんかあれみたいだね、久しぶりにバールとかグレモリンの時かなみたいに、まあ、一体潰し的なね感じで、メダル集めができるみたいなんで、かなり良さそう。だからモーツァルトが欲しかったっていうのはあるけど、まあ、でも今のところアリスはいいんじゃないのかなと。これ
っちでこっちでいいか。ストライクショット、いける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 、オッケー、これが強いね。でドリアルは撤退、オッケー、よし、これでとりあえず突破かな。オッケーだね、あと1分か。なるほどね。リザ触れつつ、リザ当たった？当たってないね、リザね。よし、まあいいでしょう。これで、お、いいね。これでどれぐらいいけるか。クラブショット、私の意志で引き金を引くの。ほうほう、なるほどなるほど、お、結構いくじゃん。よし、これで終わるかな。終わってほしい、終わってほしい。なるほど、よし、使わないでいこう。山がすぐ起こるんだねこれ。頑張れ頑張れ。これなるほど、 S ランクの実欲しいかもね。よし、 OK です。いやでも楽だったね、結構楽だった、まあ、一応モーツァルトがいなくてもアリスでも大丈夫だよっていう感じではありますね。おお、結構落ちたね、いいね。はい、ということで今回は祝、あ、そっかそっか、ちょっと今読んでたけど、はい、ありがとうございます。こっちだ、ちょっとね右目が怖いけど、まあなんかね、左 こっちに向いてる側の顔だけ見るとベロはちょっとあれだけどね、なんかいい人なのかなって感じはしたよね。ちょっと怖いけどね、怖いけど。はい、改めまして今回は宿泊歓迎恐怖のヤマンバ旅館のヤマンバの究極ですねに挑戦していました。一応周回バラとモーツァルトみたいなんですが、リザ崩壊にモーツァルトみたいなね感じみたいですが、一応アリスでも代用は効いたよと、まあ、地雷がちょっと怖いけどね、効いたよという感じなので、そうね、周回するならまあ、アリスを入れてちょっとやっていこうかなというふうに思います。まあ、怖かったけども、まあ、一応アリスは回復があるんで、まあ、どうにかなるかなという感じですね。あとモーツァルトがめちゃくちゃ欲しくなった、ヤマンバ究極だったと思います。チャンネル登録よろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。バイバイ。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録は画面左の登録ボタンからお願いします。この動画に関連する再生リストは真ん中の再生リストをクリックかタップしていただくと見ることができます。その他にもいろいろな動画を上げておりますので、ぜひご覧ください。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。